ETA ホフマン、エルンストテオドールアーマデウスホフマン、エルンストテヤドー、アーマデウスホフマン、1776年1月24日から1822年6月25日は、ドイツの作家、作曲家、音楽評論家、画家、法律家、文学、音楽、絵画と多彩な分野で才能を発揮したが、現在では主に高級ロマン派を代表する、 幻想文学の記載として知られている。本名は、エルンスト・テオドール・ビルヘルム・ホフマン、エルンスト・テヤドール・ビルヘルム・ホフマンであったが、敬愛するウルフガング・アマデウス・モーツァルトにあやかってこの、筆名を用い、おじと同じ名前を嫌ったとも言われる。丁ニヒソベルクの法律家の家系に生まれ、自らも法律を学んで裁判官となるが、その傍らで芸術を愛好し、秘策や作曲、 絵画制作を行っていた。1806年にナポレオンの新軍によって感触を失うとバンベルクで劇場監督の職に就き舞台を手掛ける傍らで音楽雑誌に小説音楽評論の寄稿を開始。1814年に判事に復職した後も裁判官と作家との二重生活を送り病に倒れるまで旺盛な作家活動を続けた。小説では 自動人形やドッペルゲンガーといった不気味なモチーフを用い、現実と幻想とが入り混じる得意な文学世界を作り出した。また当時のロマン派作家の多くが田舎の田園風景を商用したのに対し、都会生活を好んで描いたことにも特徴がある。ETA ホフマンは1776年1月24日、プロイセン領系ニヒスベルクに、 エルンスト・テオドール・ビル・ヘルム・ホフマンとして生まれた。父・クリストフ・ルートヴィヒ・ホフマン、クリストフ・ルートヴィヒ・ホフマンは、プロイセン宮廷裁判所の法律顧問であり、その家系は、ポーランド貴族、パギエンスキー家に遡る。母・ルイーゼ・アルベルティーネ、ルイーザ・アルベルティーヌ、旧姓・デルファー・デュワーファーとは、いとこ同士であり、デルファー家も、また法律家の家系であった。 ホフマンは三人兄弟の末っ子だったが、両親が間もなく不仲となり、彼が二歳の時父が家を出て行った。ホフマンは実母の元に転居した母に引き取られ、おじ、オットウィルヘルム・デルファーが後見人となった。ホフマンは1782年にプロイセンの改革派が経営するブルク学校に入学するが、その一方で合唱式者兼オルガン奏者、 クリスチャン・ポドビエルスキーのもとで音楽理論とピアノ演奏法を習った。1786年頃、修世の友となるテオドール・モットリープ・フォン・ヒッペルに出会う。1792年、ヒッペルと共に、ケイニヒソベルク大学の法律科に入学。ホフマンは、この頃から法律の勉強の傍ら絵画、作曲、試作と様々な芸術に手を染めており、 また多くの文学作品を読んだ。当時ホフマンが読んでいた作家は、ルソー、スウィフト、スターン、スモレット、ゲーテ、シラー、ジャンパウルなどであり、特にシラーのミレー社を熟読していた。1795年7月にホフマンは司法候補試験に合格し、ケーニヒスベルクで売席判事として活動を始めた。しかし間もなく、 学生時代から交際のあった人妻ドーラハット、コーラという愛称で呼ばれてたとの付き合いが問題化したことなどから、翌年グローガウ、現在ポーランドのグーグフ、当地のユダヤ人にドイツ風の性を与えるのも仕事であった絵、天人、大父、オットー・ビルヘルムのおじ、ヨハン・ルート・ビヒデル・ファータクに移り住んだ。コーラとは1798年秋まで手紙の、 やりとりが続いたが情熱は冷え切っており、代わりにデルファー家の娘みんなと恋に落ち、この年に婚約を交わした。しかしみんなとは実際に結婚に至ることなく、1802年に婚約を解消することになる。1798年にホフマンはグローガウで次の司法試験に合格する。ちょうどこの頃、おじヨハンが法廷上級顧問官として、 ベルリンに配属されることになり、ホフマンもこれに合わせて、配店希望を提出、8月にベルリンに転居した。ホフマンはこの地で、都市生活を堪能し、歌手、フリードリヒ・フレックや、音楽指揮者、アンゼルム・ベイバーら芸術家と信仰を結び、また、宮廷学長であるヨハン・フリードリヒ・ライヒ・アルトから、音楽を学んだ。 ハンジとしての仕事の傍ら絵画の制作や作曲に従事し、自作のオペラ、仮面をプロイセン王ヒルイーゼに送るなどしてる。また1798年11月からは、友人、ヒッペルもベルリンに移っており、ホフマンは、親友と二人で次の国家試験に備え1800年に、優秀の成績で合格した。3月、ホフマンは、ポーゼン、 元ポーランド領ポズラニの上級裁判所判事補に任命され、ヒッペルと共にポーゼンに移った。ポーゼンの住民は大部分がポーランド人であり、ドイツ人の役人はドイツ人だけを招いて集会を開いていた。ホフマンはそうした集会の一つである娯楽集会社交クラブのメンバーとなり、政府顧問官ヨハンルートビヒシュバルツと進行を結んだ。 ホフマンはこのクラブのためにカンタータを作曲しており、シュバリッツが脚本を書いている。またホフマンは、この集会でワインの愛好熱に取り憑かれ、とりわけポンスシを好むようになった。しかし1802年2月、シャニック祭の仮面舞踏会席場で配布した、ホフマンによる風刺画に対し、モデルにされた連隊長、ビルヘルム・フォン・ザストフ少将が激怒し、ベルリンに、 この件に関する会場を送った。ホフマンは、罰として、当然勤務を解かれ、プローク、原ポーランド領プボツクへの左遷が決まる。プローク域に先立つ1802年7月、ホフマンはシュバリッツを通じて知り合った、ポーランド人女性ミハイリーナ、ローレル・トルチスカ、マイケリーナ・ローラー・トルチェンスカ、愛称、ミーシャと結婚、汚職で告訴された、ミーシャの兄の娘であるミシャリーナを養女とし、 二人を伴って8月にプロークに移った。当時のプロークは人口2500人余りの乾村であった。ホフマンはこの地の社交界に興味を示さず、余カには自宅に引きこもって創作活動に専念した。この時期ホフマンは喜劇、賞金を制作し、当時人気のあった喜劇作家フリードリヒアウグストコッチェブーに送ったこの原稿は現在残っていない。 またこの頃に、ヨハン・クリスティアン・ビー・クレプの自然魔術、科学を用いた手品を扱ったものを読んで、自動人形を制作することを思い立ったり、ルソーの告白を読むなどしている。1804年3月、1年半の左遷が解かれ、ワルシャワへの勤務命令を受け、4月に、ミーシャ、ミシャリーナを連れ同チに向かった。ワルシャワは当時南プロイン州の首都であり、ホフマンは活気のある、 この年で再び社交に楽しみを見出した。ホフマンは音楽クラブの共同設立者となり、仕事の余暇に音楽演奏に参加したり、クラブのためにフレスコ画を制作し、試作や作曲も行い、またイタリア語を習得した。この時期ホフマンが作曲したものには、変保町長公共曲、二単町未曲、ブレンターノの儀曲をもとにした、 オペラ、招かれざる客の舞台音楽などがある。またホフマンは、ヒッペルと並んで、生涯の友となるユリウス・エドアルト一匹、1809年からは、七匹と名乗っていると出会い、ロマン主義文学の愛好者であった、彼からティークやブレンターノ、ノバーリス、また、シュレーゲル兄弟がドイツ語に訳した、カルデロンなどの作品を紹介され、これらの文学作品に親しんだ。 1805年7月には、娘が誕生し、音楽の守護聖人セシリアにちなんでセツイリアと名付けられた。しかし幸福な日々は長く続かず、1806年11月にナポレオン軍がワルジャワに侵入し、プロイセンの政府機関が解体されてしまう。ホフマンは職を失っただけでなく、フランス軍の接収によって住居すら失った。 ホフマンは家族を連れムニーティク宮殿にあった音楽クラブの屋根裏部屋に引っ越したが、やがて現金が底をつき、妻の縁者を頼って1807年1月にポーゼンに移った。しかし、フランス軍当局にナポレオンに忠誠を誓うか、ワルシャワを去るか選択を迫られると、ホフマンは校舎を選び、7月に再びベルリンに赴いた。ベルリンの宿屋に着いた途端、 ホフマンは盗難に遭い、手持ちの現金をすべて失ってしまう。官庁への就職も、職を失った国家官僚同士の競争が激しくうまくいかず、ホフマンの生活は非常に困窮した。さらに1807年8月、追い打ちをかけるように、ゼンから娘聖聖リア死去の法を受ける。生活に困ったホフマンは、8月末に広告専門の新聞紙、 アルゲマイナーアンザイガーに劇団内誌楽団指揮者として給食広告を出した。この広告がバンベルク劇場の関係者の目に留まり、以前ホフマンがオペラに曲をつけたことのあったバンベルク劇場支配人増田伯爵の仲介もあり、1808年4月にホフマンはバンベルク劇場の音楽指揮者として採用されることになった。ホフマンはミーシャを連れ出すために6月に、 当然に向かい、この間に後に作家としての名声をもたらすことになる、小説、騎士、グルックを完成させた。騎士、グルックは1809年2月に、ライプツィヒの一般音楽新聞に掲載され、ホフマンはこれをきっかけに、劇場での仕事の傍ら同士へ、音楽評論の定期的な寄稿を始めた。バンベルク劇場のホフマンの仕事は当初、 増田伯爵の後継者として支配人となった俳優。ハイン・リヒクノーとの衝突から思うようには運ばなかったが、急変な演劇に固執した苦悩が劇場を破産に追いやると事態が好転した。1810年にバンベルク劇場は株式会社として生まれ変わり、ホフマンとは旧知の間柄であったフランツ・フォン・ホルバイが新たな支配人として迎え入れられた。 ホフマンの才能を認めていたホルバインはホフマンを徴用し、ホフマンは作曲家、舞台装置家、画家として思う存分に腕を振ることができた。上演目録も改良され、すでに古くなっていたコッツェブーの喜劇を除きカルデロンの十字架の傍らの記念やマンティブレの橋を上演した。ホフマンはまた副業として、上流階級の人々への音楽教育に携わった。 1811年、ホフマンは歌唱指導を行っていたニーズサイト氏下のユリア・マルクに恋心を抱くようになり、彼女の婚約者であるハンブルクの商人、ゲレーペルに酒の席でブレを働いてしまう。翌日彼女の母親に弁解の手紙を送ったもののこの事件によってホフマンはバンベルクの社交会へ出入りすることができなくなった。1813年、ホフマンは 一般音楽新聞編集長、フリードリヒ・ロフ・ホリッツの誘いを受け、ドレスデンのヨゼフ・ゼコンダ演劇会社での音楽指揮者の地位につくことになった。ホフマンは自由戦争のさなかドレスデンに移住し、ドレスデンとライプツィヒの往復生活を始めた。音楽指揮者の仕事は、ゼコンダとの性格的な衝突によって一年ほどで解雇されてしまうが、ホフマンは劇団での仕事の傍らで、 不景から依頼された、ウンディーネのオペラ作曲を完成し、次期催眠術師、詩人と作曲家、自動人形、黄金の壺などの物語を書き上げてクンツと出版契約を結び、さらに長編、悪魔の霊益の執筆に取り掛かった。1814年から1815年にかけて、クンツ社より発行されたカロフー幻想曲集は、ホフマンの文明を高めた。 この作品集は、ホフマンの偏愛する、ギが作者、ジャック・カロの名を付けて四巻本で発行され、序文は、ジャン・パウルから寄せられている。失職したホフマンは、友人ヒッペルの尽力もあり1814年に、再び、プロイセン国家官僚として採用され、9月に、三度ベルリンに移住した。1815年4月からは、大議院判事に就任し、 ホフマンは裁判官の仕事をしながら、売れっ子作家として、小説を書き、舞台を手掛け作曲を行い、また多くの芸術家との社交に嘘しむ多忙な生活を送く。当時ホフマンが社交上で交際したのは、ヒッチヒの他に、シャミスソー、ティーク、フケーラであったが、この時期はとりわけ俳優、ルートビヒデブリエントとの信仰を深めた。ベルリン時代にホフマンは、悪魔の霊域 クルミ割人形とネズミの王様、夜景集、ゼラピオン同年集と小説、物語を次々と刊行していった。1818 18年の夏よりホフマンは、ムルと名付けたオスネコを飼い始めたが、この猫と自分の生活に着想を得て1819年からは、オスネコ、ムルの人生観に取り掛かり、1820年には、ブランビラ王女を発表している。しかしホフマンは、 作家業を自身の芸術活動で最も重要なものとはみなしておらず、最も情熱を傾けたのは音楽の方だった。ホフマンは1814年に完成したオペラ、ウンディーネこそ自身の必成の対策と考えており、ベルリン時代にはこのオペラの上演に最も力を注ぎ、1816年8月にベルリン王立劇場で行われた道裏の初演は、 大きな成功を収めた。1819年、プロイセン政府は、ナポレオン戦争の余波から各地で起こっていた自由、民主化運動を抑圧するため、大逆的な結社並びに、その他の危険な作動を調査する直属委員会を設置し、ホフマンもその一員となった。しかし、内面にではなく、実際になされた行為のみに基づいて、判決を下すべきだという意見を抱いていたホフマンは、 国王や上司との関係を悪くした。1819年7月にドイツの体操の父、フリードリヒルート・トビヒアーンが反逆罪で起訴されたが、ヤーンは警察庁長官官仏を逆に侮辱罪で訴えた。周囲の官僚はヤーンの訴えを無視するべきと考えていたが、ホフマンはヤーンの訴えを危機官仏を召喚し、召喚を中止せよという報相からの命令にも、 従おうとしなかった。ついに国王自らが介入して、召喚は中止となり、ホフマンは国王から大きな不況を被った。1822年2月、出版前のホフマンの小説、飲みの親方に、ヤーの心理を揶揄する不敬な表現があるとして、出版が差し止められた。国王は直ちにホフマンを尋問するよう要求したが、 ホフマンはすでに脊椎カリエスで病床にあり、医師の判断で尋問は行われなかった。4月、ホフマンは病床で最後の小説、墨の窓の口実筆記を行っていたが、6月25日に病により死去した。ホフマンは人気作家であったものの、同時代では、ハインリヒハイネやアーベルベルトフォンシャミス層からの高評価を除き、文学的な評価は得ておらず、 どちらかといえば通俗作家の位置に止まっていた。ホフマンの評価はむしろドイツ国外で高まり、1828年にフランスに初めて翻訳されて、以降、バルザック、ユゴー、ゴーティエ、ジョルジュ・サンド、ミュッセ、ビリエド・リラダン、デュマ、ネルバル、ボードレール、モーパスサンなど、中でも特に小ロマン派と呼ばれる作家たちに大きな影響を及ぼし、 また、ウォルター・スコットのホフマン紹介文の翻訳中で、初めてコント・ファンタスティックという語が用いられた。ロシアでは、プーシキン、ドストエフスキーなどが、ホフマンの物語を愛し、その影響は、エドガー・アランポーにも及んでいる。ドイツでは、リヒャルト・バーグナーがホフマンから霊感を得ており、ニュルンベルクのマイスター・ジンガー、タンホイザーは、ラピオン同人集の中のパリを舞台にした。 小説群に多くを追っているほか、さまよえるオランダ人も、ホフマン作品の暗鬱で神秘的な人物像から影響を受けている。またジークムント・フロイトは、ホフマンの砂を題材にして、不気味という感情の源泉を分析した、不気味なものという論文を執筆している。ホフマン作品を元にした楽曲としてはバレエ、くるみ割り人形、コッペリアやオペラ、ホフマン物語、 スキュベリ城をオペラ化したヒンデミットのカルディアックなどが知られている。クルミ割人形は、ホフマンの童話、クルミ割人形とネズミの王様からのデューマの本案ハ橋場ミ物語をもとにしており、コッペリアは、ホフマンのナオが原作、ホフマン物語は、大晦日の夜の冒険、ナオクレスペルモン館の三作を本案したものである。他に、 ホフマンの同名の作品から霊感を得て作られたロベルト・シューマンのピアノ曲集、ライスレリアーナや同名の小説をオペラ化したブゾーニの花嫁選びなどがある。なお、クライスレリアーナはホフマンの文学的分身であるヨハンネス・クライスラー学長が語るという体の音楽評論であるが、ホフマンの代表作の一つ、オスネコ・ムルの人生観は人口を介する猫。 ムルの回想録に、このクライスラー学長の電気が混じってしまったという形で書かれた長編小説であり、夏目漱石の吾輩は猫であるには、主人公の猫がこの作品に触れて、ドイツにも同じ境遇の猫がいると知って考えにふけるシーンがある。スキデリ城は推理小説風の作品で、森鴎外は、江戸川ポーを読む人はさらにホフマンに、遡らざるべからずと述べ、 弾を懐いて罪ありの代で役出した。音楽家としてのホフマンは70数曲を残しており、成功した、ウンディーネ以外の作品も構成に再演、再評価されている。CD に録音されたものに、ハープ50奏曲破端調、グランドピアノ30奏曲補聴長調などがあり、歌曲、ソプラノ、テノールとピアノのための6つのイタリアは、オスネコ、ムルの人生観の中で言及されている。 小説の体裁で、モーツァルトのドンジョバンニの評論ともなっているドンジュアンは、この作品の解釈として、当時画期的であり、その後の作品理解に大きな影響を与えた。この版では主に、エーバーハルト・ロータース、ETA ・ホフマンの世界を参照している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。